自分がやりたいこととか思いを常に周りの人に全部出すことってすごく大事だなと思います。会う人会う人、まあ、特にですね、やっぱりこう自分が尊敬できるなと思うようなロールモデルだなと思うような方になるべく会いに行くようにしていて、そういうご縁を作るみたいなことっていうのはすごくたくさんやってきたかなというふうには思います。引き続きこの飛び立ての仕事を通じて、そのすごく未来ある若い人たちの応援を続けていきたいなというのが一つと、せっかく霞が関の中で今までの民間とは違う立場で見られているので、民間の事情と行政の方の事情とを両方分かっている立場で、なんか課題だなと思うことを解決できるようななんかことをやりたいなっていう思いはすごいあります。まあ、もう一つはやっぱりトレーサビリティはすごく私一つやっぱりテーマとしてやりたいなと思っていることで、オーガニックコットンだったら自然環境とかだったりしますし、エシカルジュエリーだったら児童労働とかの問題だったりしますし、まあ、平飼いたものだったら鶏さんのこうクオリティオブライフだし、誰も傷つけないものがいいなっていうのはすごく思いますね。